で要はここで挙げたように、うん、この内向型外向型で成功、まあ、成功ってじゃあ成功の定義がまた人それぞれ人それぞれ違うんですよね、おそらく、うんうん、要は皆さんこの神が神なのか仏なのかが作った社会で、はい、あの人が作ったんですよ社会は社会はね、はい、要はそれぞれ自分が主役の R プレイングゲームをしていてですね、はい、成功の定義も違えば、うんうん、環境も違う中で、うん、このじゃあ自分のこの外向内向をね、うん、どうやって生かしてね、うん、生きていくかなんですよねこれが、うん、で多分多くの人は真ん中辺にいるんですよ、おそらくそうでしょうね、うん、で真ん中辺のちょっと右に寄った左に寄ったかぐらいの違いなんじゃないですか、で、うん、それをうまく見つけられた人が、うんうんうん、なんて言うんだろう、うん、いいなと思って見ている、そうで極端な人で成功者みたいな人に憧れるみたいなところじゃないですか、ただまあおそらくそれよく出てくるのが芸能界、うんうん、はい、ただあれが表で見えてるのが全部じゃないですよね、うんうん、見えてるのが全部じゃないし、芸能界のさっき言ったようにこう上と下でバーンと分かれそうじゃないですか、まあ、この本にも書かれていましたが、この自分が主人公でどうやって生きていくか、はいはい、でこのキャラを、まあ、結局は社会性の生き物なので、うん、どう適応させていくかなんですよね、で多分みんな自然に適応させようとした結果が今のこの状態って話じゃないですか、はい、で、まあ、あの昨日も動画で述べましたが、はい、人間はよく協調性がないといけないとかっていうじゃないですか、はいはいはい、でじゃあ自分があまり協調性が欠けているときに、うん、協調性を無理に使う、要はこっちにエネルギーを使うと、うん、得意なエネルギーができなかったりするのが出るらしいんです、これ多分どこかでまた紹介させていただくんですけど、はい、なのでやっぱりもしかご自身が今どこかでなんか我慢してるなとか、うん、めっちゃ疲れるみたいな、うん、とこにいるんだとしたら、もしかしたらそこは変えた方が自分が活かせるかもしれない、うん、なのでそのお金を尺度に、うん、その人生の成功失敗を考えると、うん、多分そこで間違える、でもねやっぱりそこな、社会ってそれじゃないですか、社会がそれかどうかは分からないですよ、はい、お金は、はい、多分最低限はいると思うんですよ、いるんですよ、うん、でその最低限が確保できればまあいいわけじゃないですか、楽なところでいる方がいいかもしれない、成功を大金持ちになるを成功にしてしまうと、はい、あーそこは苦しいかもしれないですね、うん、苦しいかもしれないし、そうじゃないかもしれないじゃないですか、僕はホリエモンさんを見てね、うん、あーなりたいみたいなのを思った時に、そのお金の面とかじゃなくて、はい、例えばなんか配信してるじゃないですか、はい、行ってらっしゃいって、うんうん、あれがやりたい、ああいうことをやってみたい、人前で喋ってさ、うん、ってだとすると僕は今若干ねそれができてるんですよね、うん、あもう本当皆様のおかげですありがとうございます、はい、だとするとこれはこれで僕今ね結構幸せなんですよ、はい、まあ、そういうとこです、あの身の丈に合った自分のやりたいことができている、うん、でそれをちょっとずつちょっとずつなんか大きくしようと、なのでなんかそう思ったり、これを今日今読みながらね、はい、あの僕はこれを見てお前言ってくれよと、その51点の人はどうしたらいいですよって言ってくれよと思ったんですけど、体調と僕が同じ51点だった時に同じ道なわけがないじゃんと思ったんですよ、うん、状況に合わせてですもんね、はい、何をしたらいいかが変わってくる、そうなんですよね、だからこの人はこうしたらいいではないって話ですもんね、そうするとその人が今どういう状況にいるかを多分詳しく知らなきゃいけない、そうなんです、うん、はい、っていうところですかね、はい、なんでこういった本で外交の人はこうするといい、うん、はい、とかはあるんですが、多分それは、うん、そのこうするといいはそれ人それぞれで違いますもんね、うん、またその人それぞれの目的で、はい、その人があのパートナーを見つけたいのか、うん、仕事で成功したいのか、うん、仕事を辞めたいのか、うん、で自分の生かし方が全く違ってくるっていうことですもんね、うんうん、違ってきます、これは難しいですね、うん、無謀なことにチャレンジしてるかもしれないし、しあなたが気持ちよくなるのはウイングスーツを着ることですかもしれないですもんね、うんうん、あなたが快適に生きるには、うん、でも死ぬかもしれないって話、でもそれとは死ぬぐらいの刺激を求めている死ぬぐらいの刺激、はい、という、はい、すいません、